フォードコスワース DFV エンジン。フォードコスワース DFV エンジン。フォードコスワース DFV エンジンは、フォードの資金提供を受けた、コスワースによって製作された、フォーミュラ一用エンジン。DFV エンジンは、開寺で一線を退りいてからも F3000 用のエンジンとして、長きにわたり、用いられた。開寺での通算成績は155勝。DFV は、 1966年のレギュレーション変更でエンジン排気量が以前の1.5リットルから2倍の3.0リットルに拡大されたことへの対応で新規開発された。準備期間が短かったため各コンストラクターは大排気量、レーシングエンジンの確保に苦労し、フェラーリはスポーツカーで使用中の V 型12気筒をスケールダウンして流用、ホンダも V 型12気筒と適合する車体、ホンダ RA273 の開発に手間取り、シーズン開始に間に合わず途中からの参戦になった。また、BRM は180度、V 型8気筒、水平対向ではないように段重ねにした、H 型16気筒を持ち込んだが、重量課題と信頼性欠如で苦戦した。クーパーに至っては1960年に撤退した。 マセラティの直列6気筒2.5リットルを再使用したが、親企業の交代による混乱もあり通用しなかった。ブラバムは軽量なトヨタクラウニエート用アルミブロックも検討したが、強度不足で却下し、ローバー P6 やレンジローバー用に輸入されていた、オーストラリアの GM、ホールデンの V 型8気筒 OH スモールブロックを元に、レップコのフランクハラムとフリーのエンジン技術者、 フィルアービングが、クロスフローのサイチェシーヘッドを仮装したエンジンを実主製作した。軽量で、トルクがあり、信頼性の高いレプコ・ブラバムは、ライバルたちの混乱を尻目に1966年と1967年シーズンを連覇したが、専用開発中の3.0リットルレーシングエンジンが、本格化するまでの暫定的なものでしかなかった。初年に、 BRMH16 のトラブル多発に懲りたロータスの総水降臨チャップマンは同社のエンジン部門にいたマイク・コスティンとキース・ダックワースが分家の形で独立した新興エンジンメーカーのコスワースに3.0リットル回1専用エンジンの開発を依頼。ダックワースは当時会にように開発中の直列4機と1.6リットルのフバ フォーバルブタイプ A エンジンを結合して V 型8気筒化したものを f バと並行開発する構想を持っており名称はダブルフォーバルブの頭文字を取り DFV となったところが当時コスワースは資金難で開発費を負担してくれるスポンサーを求めていた1963年からロータスはイギリスフォードのコーティナに同社製 DOHC エンジンを搭載した ホットバージンを自宅生産しており、チャップマンが A フォードで本位のウォルター・ヘイズラにコスワースへの協力を打診した結果、DFV の開発費を提供することになり、DFV にはフォードのバッジネームがついて、フォード・コスワース・ DFV の名で呼ばれた。また米フォード本社は当時モータースポーツに高い関心を寄せており、開一進出のため、 フェラーリの買収を起としたもののエンツォフェラーリに拒否され、失敗したばかりで、A、フォードの DFV 計画にも積極的であったという。ダックワースは、マルチバルブの考察をさらに進め、バルブハサミ角の小さいペントルーフ型燃焼室による高圧縮化、急速燃焼と、シリンダー内の縦の下流、タンブル流を利用した充填効率の向上に利、 レーシングエンジンで高出力と低燃費を両立させることに初めて成功。これを DFV に適用した。また、現代では当たり前になっているエンジンブロック自身をフレームの強度メンバーの一部として使う手法は DFV の誕生の頃にはまだ先進的、冒険的な設計の一つであった。本エンジン以前の例としてはホンダ RA271 などがある。 そのように使われることを当初から前提として設計された本格エンジンは本機が最初だろうとする論者もいる。1967年にロータスの新型ロータス49でオランダ GP から実戦投入された DFV はフェラーリ、ホンダ、ウェスレークの V 型12気筒に比べて出力では若干劣ったがトルクバンドが広く小型軽量で低燃費。 ストレスメンバーとしての搭載を前提にしていたことから、車種との相性も良く、初戦にもかかわらずグラハムヒルが、ポールポジションを獲得、決勝レースでは、同ロータスのジム・クラークが優勝し、DFV は、デビューウィンを PP で飾って、下位一の世界に新風を巻き起こした。DFV の期待以上の活躍を喜んだフォードは、独占供給継続を望むロータスを振り切り、 翌1968年シーズンから DFV の市販を開始した。同年ロータスは初のメイクスタイトルを獲得したが、その後は DFV の一ユーザーの立場になり、優位性を失った。フォードが DFV エンジンを市販し始めたことは、第一の勢力図に大きな変動をもたらした。低予算のコンストラクターが DFV と市販の車種を購入し、 数名のメカニックを雇っただけのチーム形態で、ランプリへ参加することを可能にした。さらに V 型8気筒というコンパクトなエンジン形式を採用したことにより、V 型12気筒などの多気筒エンジンに比べはるかに、メンテナンス性に優れていた。こうしたコンストラクターとして、マクラーレン、ティレル、ウィリアムズ、アローズなどがある。こうしたコンストラクターが増えたことで、 相対的にワークスが GP に踏みとどまっている、必要性が薄くなってきたためワークスの撤退が相次ぎ、BRM が撤退すると一時期は、フェラーリ以外は全て DFV ユーザーという状態になった。そのようにして、エンジンと車種においてマシーンの平均化が進んだことから、技術面では空力の利用についての競争が盛んとなった。 今日私たちが目にするような整流機能やダウンホースを得るためのウィングがマシンに取り付けられるようになったのも DFV エンジンが市販されたのと同じ1968年のことである。またウィングカーや右に示すような六輪車など非常にユニークな車も作られた。ウィングはエンジンとは無関係なように思えるかもしれないが実はそうではない。前述のように DFV エンジンは強度メンバーの一つとして組み込まれることを前提としているが、その設計時はまだウィングが対応される前だった。1969年シーズン中のウィングに関する大幅なルール化により、ウィングをアップライトに固定することが禁止された結果、車体に固定されるようになったウィングが発生するダウンホースはエンジンを経由して、サスペンションとタイヤに伝わるようになった。 その結果として、エンジンや、ギアボックスにかかるストレスが想定を超えていた時期があり、コスワースは否定しているとされているが1970年代に、それに対応する改修が加えられたものと見てる、設計者、デザイナーもいる。DFV の高性能は、海一の勢力図を大きく塗り替えた。DFV は、改良を重ねられ百九十一年までの、長きにわたり参戦し、 第一から撤退するまでに実に155勝を挙げた。これほどの成功を収めた、レーシングエンジンは他になく、DFV はまさしくグランプリに輝く、金字塔である。DFV は1968年から1974年までの7年間ドライバーズとコンストラクターズのタイトルを独占し続けた。この間ほぼ唯一の非 DFV コンストラクターである、フェラーリは、 グランプリの隅に追いやられてた。1960年代を通してフェラーリは経営が悪化しフィアットの参加に入るなど最も低迷した時期になった。フェラーリが DFV に対してコンペティティブになれたのは1970年代に入って180度 V 型12気筒エンジン T p o 0153.0リットル通称ボクサーの開発に成功してからだった。 以降1970年代の終わりに、ルノーがターボエンジンを持ち込むまでボクサーのみが DFV 唯一のライバルであり続けた。1974年にニキラウザがフェラーリに加入すると、翌75年にはドライバーズとコンストラクターのタイトルを奪回することに成功した。これに対抗するため、細部の仕様変更、マグネシウム鋳造パーツの採用等を含むを施した。 発展型 DFV が1977年マクラーレン、ロータス、ティレル、ウルフに供給された。デビューから10年近くも経ち、DFV も、フェラーリやアルファロメオのパワフルな水平対向中に、気筒エンジンに苦戦を強いられることが多くなった。その頃、DFV 誕生の立役者であるロータスが、グランプリに革命を起こす。 ロータスが1977年に投入したロータス78はグラウンドエフェクトカーの先駆けとなり、以降グランプリは強力なダウンホースが得られる、グラウンドエフェクトカーが主流となる。フェラーリやアルファロメオの大型の水平対向中に、気筒エンジンはサイドポンツーンから抜ける気流を生み出し十分なグラウンドエフェクトを得ることができなかった。一方、DFV はいわゆる ハマキ型のロータス49のために開発された経緯からモノコック系とほぼ同じサイズでありグラウンドエフェクトカーに最適なエンジンとして競争力を取り戻した DFV に終焉をもたらしたのはターボエンジンの登場であった。海一のレギュレーションにはそれ以前から下級機付きエンジンの規定が設けられていたがそれに目をつけたルノーが1977年に排気タービンによる 下級機付きエンジン、いわゆるターボを持ち込んだ、ルノー RS01。普通、スーパーチャージャーとはターボではなく、機械式下級を指すが、スパートシャーゲドは、文字通りには単に、下級の意味しかないためで、これは、いわゆる、ルールのスピリットではなく、文字通に従った行為である。判断としては黙認という形になったが、初期のルノーは、ターボエンジン特有の、ターボラグに悩まされ、 またエンジンブローも頻発したため DFV ユーザーの敵にはならなかった。しかし1979年フランスグランプリで初優勝を挙げた頃から各メーカーチームは次第にターボエンジンの潜在力と性能に目を向けるようになっていった。1980年代に入るとルノーに続いて BMW がターボエンジンの供給を開始した。 翌1981年にはフェラーリがターボエンジンへの切り替えに踏み切り、1983年にはホンダとポルシェもターボエンの供給を開始した。大メーカーがターボエンジンの供給を始めると、次第に DFV が活躍する幅は狭くなっていった。各チームは戦闘力に勝るターボエンジンを求めるようになり、ターボエンジンを得られず、 DFV を使用するチームは徐々に海に沈んでいった。それでも1982年のグランプリでは DFV エンジンを搭載したウィリアムズのケケロズベルグが総合王者になったが DFV の栄光もここまでであった。翌1983年のシーズンではフラットボトム規制が施行され事実上グラウンドエフェクト、カーは参加できなくなったこともあり。 BMW ターボエンジンを搭載したブラバムオカルネルソンピケが総合王者になり DFV エンジンはついに王座から陥落した。コスワースも DFV の改良を続け1983年には DFV のショートストローク版とそれをもとにさらに改良を施したダフィーを投入した。このエンジンはデトロイトで開催されたアメリカ東 GP で ティレルのミーレ・アルボレートのドライブにより勝利を挙げることに成功した。しかし、この優勝が DFV シリーズにとっての155勝目、すなわち最後の優勝となった。DFV は競争力に欠けるようになり、1985年の中盤までには DFV を使用していたチームもすべてターボエンジンに切り替えられた。第十戦のオーストリア GP で、 ティレルのマーティン・ブランドルがダフィーを使用し予選普通化に終わったのを最後に 3000cc の DFV は回一から姿を消した。1987年に自然吸気車の排気量上限が 3500cc になるとコスワースは DFV の排気量を上げた DFZ エンジンで回一に復帰するが DFZ とその改良モデルの DFR では 勝利を挙げることはなかった。コスワースが再び第一で勝利を収めるのは、新設計の HB エンジンを使用した1989年日本 GP チャンピオンを獲得するのは、さらに新たなエンジンであるゼテック R エンジンを使用した1994年のことである。第一で一時代を築き上げた DFV エンジンは、第一での活躍の場を失ってからも、 様々な手を加えられながら、他のカテゴリーで使われ続けた。まず、カイニに代わって1985年から始まった、会3000マシン用のエンジンとして、ヨーロッパや日本、イギリスで開催された F3000 選手権で使用され、始めた。中でもヤマハは、独自に DFV エンジンをボバルブ化したコスアースヤマハ X77 エンジンを開発し、1988年には、 鈴木アグリが全日本海3000選手権のチャンピオンを獲得するのに貢献した。また全日本海3000選手権ではそれ以降も、県松浦レーシングサービスチューンの DFV が活躍を続け、1991年には片山右京、1993年には星野和義がチャンピオンを獲得している。また、アメリカのカートでも DFV エンジンを ショートストローク化し、ターボチャージャーを装着した DFX が用いられ、さらに改良型の DFS も存在した。1980年代のグループ CEO にも転用され、DFL という名前が付けられた。DFL には当初、DFV の内径を拡大した3.3リットル、工程を新調した3.6リットル、両方拡大した3.95リットルの3種類が、 想定されていたが、実際には3.3リットルと3.95リットルの2種類が使われた。DFL の3.3リットル版には後にターボが付加されたが、このターボ版では強度にまっさる DFX 用のシリンダーが転用されていた。DFL の3.3リットル版は、1987年の F1 モナコ GP にてレートンハウスマーチのスペアマシンにも搭載されている。 1967年にオーストラリアとニュージーランドで行われたタスマンチャンピオンシップ用に DFV の工程を 54mm まで短縮した2.5リットル仕様の DFW が製作されロータス 49T に搭載された DFW はタスマンチャンピオンシップ終了後すべて DFV の標準工程へ戻されている 1983年シーズン中に投入されたエンジンで、ショートストローク版の DFV を改良したもので、内径ファイ 90.0mm 工程 58.8mm である。また、バルブハサミ角やポート形状などが変更され、ショートストローク版に対しては最高出力こそ変わらないものの中間回転域でのパワーに勝り、11000rpm で520馬力を発生した。 1987年に、開市で、自然吸気エンジンの規定が3.5リットルとして、復活すると、同年に、DFV をベースとして、排気量を拡大した、DFZ の市販を開始した。DFV のショートストローク版で使用された内径ファイ 90mm のブロックをベースとし、工程 68.6mm を組み合わせた、ものだった。このエンジンには、 DFV で使用されていた機械式燃料噴射に代わり、電子制御式燃料噴射が採用され、最高出力はさらに上がって575馬力となったが、ホンダやフェラーリ、ルノー、BMW、メガトロンやタグポルシェといったターボエンジン勢が、のきなみ1000馬力近いパワーでしのぎを削っていた上,に上位チームがこぞって、これらのエンジンを使用したため、主位争いをできるレベルではなかった。 DFR は DFZ を元に改良を施したエンジンで1988年にエンジンワークスチームであったベネトンに独占供給された。初期のテスト段階のエンジンには気筒あたり5バルブのヘッドが組み合わされいたが採用は見送られた。DFR は1989年に DFZ に代わって市販され1991年まで使用された。この年をもって DFV の系譜を継ぐ、第一エンジンは終焉を迎えた。DFV が市販されたことで、よりポテンシャルを発揮できるよう、コスワースとは別個でエンジンのチューニングを行うようになった。これにより、ジョン・ジャット、ハイニ・マーダー、ブライアン・ハート、ジョン・ニ・コールソンなどの名チューナーが生まれた。特にジョン・ジャットは、エンジンデベロップメント社、ジャットブライアン・ハートは、 ハートエンジニアリング社を創業し、チューナーだけでなく独自開発のエンジンを送り出していた。DFV が終焉した後も DFR エンジンのチューニングがメインとなった。会一で DFR 最後のシーズンとなった1991年は、ラルースに供給される DFR をチューニングした。1993年にコスワースは、冗談向けに V 型重機とエンジンを新規開発し、 供給、1994年から1999年にかけて、アローズミナルリなどにも V 型8気筒や V 型10気筒エンジンを供給した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。